内田彩 J カントリー。皆さんこんにちは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお送りする30分でございます。久しぶり、はい、この方来てはりますよ。山中です。ジョー山中でございます。かぶせ気味、はい、ということで、はい、ジョーさんお久しぶりです。本当にね、ギターのジョーさん、なんとか今日まで持ってきましたアメリカから、はい、もう久々ですね、冬以来、そうですね、何ヶ月ぶりやろ。結構そうですね、もう何年ぶりみたいな感じにしますねまたそんなこと言うて、元気そうで何よりでございます。ちょっとなんか締まらはりました。もう運動ばっちりやる、ね、運動しすぎたんちゃうかなと思うねじゃゴルフ復活して、ゴルフね、めっちゃ当たりますもんね、はい、今ね、なんか週に4回やってますね、はい、めっちゃ当たりますね、まあそのパワーを蓄えてね、はい、今週の日曜日からニューアルバムの、ね、ワンマンライブツアー始まりますし、この練習もね、もう結構疲れましたよ。もう指先が、もう指先ギターの指先が痛いし、手痛いし、だけどまあまあ、はい、大丈夫と思います、ね、はい、思いますという感じで、はい、はい、ということで、ね、まあ、ジョーさんも出演ということで、今週ももちろんスタジオ生演奏もねありますので、ニューアルバムからお届けしようなんか思っておりますので、楽しみにしていてください。さあ今週も生放送でお送りしていますよ。皆さんのメッセージもね紹介していきたいと思います。今日のメッセージテーマはお気に入りの写真、あなたのお気に入りの写真を教えてください。もちろんね、エピソードも添えて送っていただけたらと思います。こんな時にこうやって撮った写真やでっていう感じでね、教えてください。メールアドレスはあや @kbs.kyoto、 全部小文字で aya@kbs.kyoto。 ファックスは 075-431-2300。たくさんのメールファックス待ってますね。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にラッキーペニーキーホルダー、ね、こちら大人気でございます。これと BS ファインのサンプルリストバンド入りパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、住所お名前お忘れのないように送ってきてくださいね。それではこの後6時まで内田彩とジョーさんとお付き合いください。この番組はキルガン万浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。辛い足元の冷え、キルガン万浴 BS ファインのレッグウォーマーはただふくらはぎにつけるだけで足湯のようにじんわりじわじわ温める。サンプル付き無料商品カタログのご請求は今すぐ 0120-259-497 カモ繊維まで。内田やアルバムあなたの板町、アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩 J Country KBS 京都からお送りしています。まずはここで一曲お聴きいただきましょう。久しぶりのスタジオ生ライブです。ニューアルバムハッピーティアーズから寂しい笑顔。
あなたの体を冷え疲れから守るキルガン版浴 BS ファイン。最近もなんだか暑かったり寒かったり、夜がねちょっとなんか突然寒かったりもしますけれども、そんな時でも私内田彩は BS ファインに包まれているので安心でございます。最近はジョーさんもそんな感じでございます。もう夜も昼もゴルフする時もそう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 、いつも BS ファイン、頭も帽子もねかぶってありますし、はい、ということで今週もですねこの BS ファインのキルガン版浴鴨繊維株式会社角野社長とお電話がつながっております。もしもし、こんばんは、よろしくお願いします。社長どうもどうも、よろしくお願いいたします。お久しぶりでございますですね、ジョーさんはね。はい、そうですね。そうですね、お互い元気そうで、はい、頑張りましょう。そうですね、はい、いや実は、はい、ジョーさん昨日私札幌だったんですよ。ああそうです、寒かったでしょう。どうですか、寒い、私は寒くないんですが、はい、まあまあね、海外からたくさんのお客様来られてましてね、はい、ダウンジャケット着られてるんですよ。で朝夕がもう10度を切ってますから、まあまあまあ寒さですね、北国ですからね。そうです、で私、まあはい、あのシャツとか全部着てるので、はい、やっぱり今日寒いんだとやっぱビースファンに包まれてたらその感じないですもんね、本当に。ですから雪国でも OK、 雪国でも OK、うん、はい、そうなんです。で本当に今年は、まあ、この前まで暖かかったんですが、ちょっとまた寒くなって、ね、最近ちょっと寒いですよね、また。で気温の変化がとても激しいですよね。から間もなく梅雨になってくると思うんですが、そうすると今度は冷房がきつくて、そう体が冷えちゃう。でそういう時に最初に試していただきたい商品は、実は、はい、あのウエストウォーマー腹巻きなんですね。あ、大人気の BS ファインのウエストウォーマーですね。でこう BS ファインというのは、あのいつもお話しするようにブラックシリカの鉱石がポリエステル繊維の中に入ってるんですけども、はい、実は普通の冬用のあったか素材って生地が発熱したりして体の表面を温めるものが多いんですね。そうですね、確かに。ところが
BS ファインは繊維の中の鉱石の遠赤外線で体そのものが内側からじわっと温まってるだけなんですね。それが BS ファインのすごいところですよね、はい、体の中が温かくなる、はい、多分ジョーさんも内田さんも今あの BS ファインつけていただいてると思うんですが、はいはい、汗をかいたり蒸れたりしてないと思うんですね。してないです。ちなみに私は今日はスパッツ、あのレギンスを履いております。あ、空飛ぶレギンスです、ね、空飛ぶレギンスです。そうです。全然もう、もう本当にもう、もう素敵もう素敵な商品です、これ。はい、あったかいものを使うと、はい、やっぱり暑くて使えないと思われるのが普通だと思うんですね。ところが BS ファイン使っていただくと全くそうではない。あ、でこの時期やっぱり、日中はまだまだ暑くなるんですけども、はい、朝夕がやっぱり冷えてしまいますよ ね。 そうですね。でその時にウエストも腹巻きをつけてお休みいただきますとね、はい、ぐっすり眠れて、うん、多分ねいつもと朝の目覚めが違うと思うんですね。わかります。あ、うん、BS ファインに、ね、着用された方、なんか皆さんそういうふうにおっしゃいますよね。やっぱりそうなんです。体感すると、あの体の芯から温まってるからだと思うんですね。なるほど。まあ、夜つけるとあのトイレによく行ってた方はトイレに行かなくなったとかね。ああ、そうですね。僕も、まあ、一回起きてましたけど、この全然起きない。ああ、そうなんですか。あ、それです。あ、そうですか。これが原因だったのか。そうです。だから体の表面だけ温まってるとそういうわけいかないんですけども、体の内側が温まってるのでそういう方が冷えるといきますからね。やっぱ行きたくなるので、あ、そう、これが原因だったんか。俺ただ単に健康になったんかなと思ったけど。いやいや、ジョーさん、あのゴルフをよくされだしたので、はい、健康になってるんだと思います。血圧が140から110まで下がりました。またですね、ジョーさん。これも BSY もあるのかな、少し。で逆にですね、はい、まあ、ジョーさんがスポーツされる方いますよね、はい、まあ、ゴルフではそうでもないでしょうけども、うんうん、フィットネスとかやられる方多いじゃないですか、はい、最近多いですよね。BS ファインを着て、はい、これから冷房が入ってますよね、フィットネスジムなんか、はい、うん、めっちゃガンガンに効いてますもんね、暑くなると思って、で、はい、皆さん普通の T シャツ着られて汗をかいて体が冷えて辛いって方おられると思うんですね、はい、あ、確かに。 BS ファインのシャツとか腹巻きをつけていただくと、うん、実は体そのものが温まっているので、汗は実はよりかくんですよ。あ、体が温まってるから、通常よりも。最近流行りのホットヨガみたいな感じで、こう、そうです。あ、ところが体が冷えないんです。あ、なるほど。そうですよね。だいたいジムとかって涼しく、冷房で涼しくなって汗かいても結局それが冷えちゃって、また体が冷えちゃい、風邪をひいてしまったり、ね、してしまうんですが、あ、それがないんですね。なるほど。で、以前お客様からですね、はい、年配の方が、水中歩行をよくやられてるって方が、はい、腹巻きをつけたらどうなるのって聞かれたんですね。え、水の中で。はい、それで、いや、わからないですけど試してくださいって言ったら、はいはい、やっぱり冷え方が違ったそうです。あ、水の中でも。へえ、そんな人見たことないですけど。だから体そのものが温まっているので、はい、こう当然冷えるんですけども、はいはいはい、どん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 芯まで冷えないみたいなんですね。おー、なるほど、面白いです。皆さんそれぞれ本当に面白い使い方されますよね、考えて。そうです、そうです。だから本当に、やっぱりこれから冷房対策がとても重要になってきますからね、うん、本当に健康でいるためには、はい、だから本当にウエストウォーマー1枚つけていただくだけで違いますので。そうですね、まだ BS ファイン試したことのない方ぜひ試していただきたいですね。そうです、 BS ファインは本当に体感できる商品ですので、ぜひ皆さんまずはパンフレットなどもね、ご請求いただきますと、こちらにサンプルリストバンドも1枚セットでついてますので、ね、こちらまずこう腕とかにはめていただいて、ジョーさんもずっとそれはめてはりますもんね。そうね、それでゴルフとか行ってはるんですよね、そう、それでも本当に皆さん体感していただけますので、ぜひいろんな商品を見ていただけたらと思います。ちなみにウエストウォーマーはこれあれですね、 SML サイズ、 LL サイズもありまして、はい、SML サイズはお値段が税込みで4320円で、カラーもブラック、ネイビー、ピンク、ベージュ、グレーとありまして、はい、本当にいろんな種類があります。本当にお腹を冷やすというのは女性もね特にダメですからね。そうですね。それからベビー用もありますからね、今ウエストウォーマー。そうなんですね、はい、新しいパンフレット、今回このベビー用のウエストウォーマーもキッズ用ウエストウォーマーが出たんですよね、はい、これも買えるんですよね、もちろん買えます。あ、
あの赤ちゃんってやっぱり体温が高いから、はい、普通のものをつけると汗どんどんかいてしまうんですね。あ、そうですね、赤ちゃん蒸れちゃったりしますもんね、汗もになったり。とか BS ファインだとそれ汗をどんどんかかないんですね。はー、ですから寝冷えとかね、そういう時に使っていただいたら多分良いと思います。あの子供って本当にお腹とか出しちゃってね、冷えたりしますしね、結構、はい、あいいですね。ジョーさん、お孫さんに、うん、だけどこれ言うたら親がくれて言うよね。孫がいるよ、これ、ね、私が兄弟で言うよ。そうですね、娘さんたちの方がまずはくれて、まずこれ孫までいかない。でもキッズ用の、ね、ウエストウォーマーもぜひ皆さんこれも、ね、見ていただきたいですね。あのインターネットの方でも BS ファインやキルガンバイン調べていただきましたら出てきますので、あのもちろん、ね、パンフレットもご請求いただけたらと思います。あのパンフレットのご請求先の電話番号を申し上げますので、ぜひ皆さんメモしていただけたらと思います。キルガン番浴 BS ファインのお問い合わせ先です。電話番号 0120-259-789 0120-259-789 キルガン番浴 BS ファイン加茂繊維までお問い合わせください。今加藤社長、あの父の日キャンペーンもやってるんですよね。はい、父の日キャンペーンやってます、ね、母の日キャンペーンも大好評で、次はやっぱり父の日もありますからね。はい、父の日、あの冷え症の方もおられますしね。あ、そうですね、あの着圧ソックスとかそういうのすごいおすすめですから、そうです、ぜひ一度試してみてください。 BS ファイン本当にあのメンズの商品もね、シャツとかトランクスとかもうタイツとかもいろんなものねありますので、もうレディースメンズそれぞれ、またそのキッズ用もね出てきてますので、ぜひ皆さん楽しんでいただけたらと思います。でちなみにあのイベントの方も、イベントと言いますか、あの販売会ですね、関西が、西宮阪急が6月7日明日からですね、明日から、6月13日の火曜日まで西宮阪急の1階で、はい、開催されるということですので、ぜひ皆さんこちらの方にもね行ってくださって、体感していただけたらと思います。西宮阪急ですね、よろしくお願いいたします。ということで、また来週もぜひいろいろお話を伺いできたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。内田屋、内田屋、ジェイジェイカントリー、 KBS 京都からお送りしています。KBS 京都ラジオから生放送でお送りしています内田彩 J カントリー。さあ今週のメッセージテーマ、お気に入りの写真ということですけれども、ね、どん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 来ております。ジョーさん、さっき の、 あのスタジオ生ライブも久々でしたけれども、はい、ちょっと話戻りますけど、はいはい、生ライブやっぱ緊張しましたけど、はい、でもね、このニューアルバムがね、はい、今週ついに日曜日リリースされますから、あ、いろいろいい曲がいっぱい入ってますから、ね、はい、楽しみですね。この曲までですし、ね、僕初恋という曲が好きですけども。え、どうなんですか。え、僕なんか お気に入りの写真とかですか。あ、それで思ったんですけども、あ、はい、なんか僕の初恋の人の写真があるんですよ、まだ高校の時だったかな、あれね、高校が初恋なんですか。え、高校が初恋ですか。そんなもんでしょう。中学だったかな、高校だと思います。あ、あの、ね、その写真はやっぱりね、二人写ってるのはね、あ、ツーショット珍しく残ってるんですよ。あ、そうなんですか。え、それ残してあるんですか。白黒ですけどね。白黒で、はい、どんな、どんな、なんていう人ですか。あ、それひょっとしたらこれラジオ聞いてるかもわからないし、ちょっとそれは言えないですね。ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。奥さんにちょっと写真とか見つかったら。いやいや、奥さんは見てますよ。見て。そんなんで別にそんなこと起こる女っておかしいでしょ、別に。ね、いい奥さん、ね。何十年前の話やの。いや、でも嫉妬しはる人もやはりますよ。そうですか。そのままね、いろいろ皆さん、あのお気に入りの写真あるかと思います。どんどんメッセージ紹介していきましょうね。ラジオネームさとみさん、お気に入りの写真は花見に来た時の孫の頭に桜の花びらが乗って、すかさず娘が写真を撮っていたのがお気に入りの一枚になりましたと。お子さんとかお孫さんの写真もいいですよね。これはまあ可愛いだけのことで、もう可愛いですからね、もう何を撮っても可愛いですもんね。いや、まあ、あの孫の方が可愛いね。いや、子供の時はもう精一杯でね、まあ、もうね、お嬢さん今2人孫できはって、うん、今度もう3人目も、ね、孫は可愛いだけでおもちゃ見たもんですから。子供の時はもう必死で育てたから、まあまあね、しんどかったですけども、ね、はい、鴨川ギャルさん、お気に入りというよりも唯一思い出の写真は富士山頂での1枚です。あまりのしんどさに二度と登りたくないという顔をしていますと。なんか想像つきますよね、お悲惨な感じの顔。それ聞いてもやめとこう。台風53号さん、私のお気に入りの写真は大雪のディズニーランドの写真です。お、あ、写真をね添付してくださってますけど、すっごいめっちゃ雪降ってますね、これ。どこ、日本の、
あのディズニーランドですよ、東京の雪降るんですか、千葉ですね、そう、10センチから15センチの雪が積もっています。すごいね、アメリカで雪降るディズニーランドでないですね。ああそうか、そうですよね、カリフォルニアとフロリダですから。そうですよね、まあ、めったいな。やっと着いたディズニーランドは一面雪に覆われていて、高速道路の通行止めと電車の運休などの影響でお客さんが来られず超ガラガラ、どのアトラクションも乗り放題状態で、ガイドツアーも私ら夫婦の貸し切りでした。それもおもろいかもしれない。めっちゃいいですね、うん、めっちゃいい、まあ、BS ファン来てね、それ乗ってたら全然寒くないやろし確かに、はい、雪の日を目指しましょう。そうですね、はい、狙い目ですね、はい、ラジオにもあの時若かったさん、26歳の和装の結婚式の写真です。微笑んでいます。え、ジョーさん結婚式の時の写真とかあるんですか？あるけど見たことないね撮っただけって。恥ずかの写真は割と見るんですよ自分の結婚式の写真は見ないと。もう見ない、まあ、なんか恥ずかしい、これも、はい、お化けのキューちゃんさん、写真といえばプリクラです。以前に比べ、最近のプリクラは好きなまつげに変えたり、小さな目をパッチリできる、いろんな機能がついているから楽しいですねと。そう、ジョーさん最近のプリクラ撮ったことあります？プリクラであれよ、プリクラ自体撮ったことあります？ありますけど。あるんですか？いつ撮ったかな。あるんですね。まあ、なんか娘さんとかが何が面白いの、あれ撮って、面白いじゃないですか。でも私最近のは撮ったこと、うん、あでもちょっと目が勝手に大きくなるやつが撮ったことありますけどね。今携帯でできるじゃないですか、いろいろね。まあね、でもプリクラがちょっと楽しいんですよ。あ、そうですか。そう、でもね、元の顔と全然違うので、ね、ちょっと、ね、はいはい、若干詐欺っぽいところがありますよね、はい。ラジオネームブーニャンさん、山中温泉で開催されますフォト575ですかねに入選した時のです。山中で写真を撮って一句ひねって応募するというものです。なんかすごい写真送ってきてくれはりますけど。あ、すごい、おしゃれですね。これなんか絵はがきになる。香川ですねそれね、はい、あの店の綺麗なとこ、親父に会いにこの街、なんか、うん、いい感じ。まだまだいっぱい来ておりますけれども、引き続きお付き合いください。内田や J カントリー。辛いお腹の冷え、ヒルガン盤浴 BS ファインのウエストウォーマーはただつけるだけで岩盤浴のようにお腹を温め、朝までぐっすり眠れます。サンプル付き無料カタログのご請求は今すぐ 0120-259-497 カモ繊維まで。内田やセブンスアルバムミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田やセブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田やオフィシャルウェブサイトにて。内田やJ Country KBS 京都からお送りしています。いかがでしたか、内田彩 J カントリー。さあ、いよいよ今週の日曜日ですね、ジョーさん。来てくださいね、皆さん。アルバム発売記念ワンマンライブ、はい、京都からスタートです。もう張り切ってますからね。張り切っております。今回は自信作ですから。そうです、もうアルバムの曲はもちろんですけれども、はい、これまでのね、8枚出したアルバムの曲もいろいろありますし、はい。時間長くなるかもしれない。ちゃんと抑えましょうね。喋ってばっかりで終わったらえらいことですからね。本当に。曲もあるしね、もちろん話もある。積もる話もありますし。積もる話もありますからね。ぜひ皆さん遊びに来てください、ご予約まだという方もね。ということで、言っていきましょう。あ、なんかねメッセージも来てますよ、森山塾さん。あ、ジョーさんこんにちは。やっぱスタジオライブええわけど、モダンタイムスのライブはもっとええやろね、楽しみにしてますよとか。ありがとう。ジョギング大好きおじさんも、あ、4月から次女が大学生となり京都で暮らすようになり、そんなこともあって妻と次女を連れていきますと。あ、いいな、嬉しいですね、はい、あの女性大歓迎ね、ライブ結構本当女性男性いろんな方で、ね、ゆっくり座って聞いていただけますので、本当に、あの皆さん、ね、ぜひワイワイいらしていただけたらと、ね、いろんな年代の方に、ね、そうですね、全て受け入れられる曲と思いますので、感じで皆さん来ていただいて、はいね、ではそして、はい、ライブの場所どこなんやいつなんやあやちゃんということで、はい、6月11日日曜日ですね、今週の日曜日、場所はモダンタイムス木屋町三条上がるエンパイアビル地下1階にあります。京都市役所とか京阪三条とか近くですね。モダンタイムス、11時オープン、12時スタート、もうお昼スタートですね。ランチライブとなっております。ご予約いただきますと1000円、当日は1500円、ベッド、ドリンクとフード、こちらでも500円とかで食べれます。めっちゃ美味しくてね、大人気なんですよね。500円のね、なんかオムライス美味しい、めっちゃあれめっちゃ美味しいですよ、はい、そうそう、そんな感じで皆さんランチしつつライブ見つつという感じで、で予約のね電話番号言っておきましょう、電話番号 075-212-8385 075-212-8385、
はい、ご予約の電話番号となっております。メールの予約とかはね、私内田彩、あのブログ、ホームページ、フェイスブックの方に載っておりますので、彩はひらがなで検索してください。あの聞いたことない人でもね、あの彩ちゃんとジョーどんなやつやろ、見に行ったのかなと思ってそうですね、まあ、あの日明かし半分でもいいから来てくださいぜひ。あのちなみに私たちのライブはあの写真撮影がね、フラッシュなし OK となっておりますし、あのおもろいこと言いますよ、ね、そうそう、ラジオでは言えないいろんなこともね、いやいや、あのありますからね、演奏ももちろんいいです、もちろんフィドルもいるし、あそうそう、あの斉藤智子さんのフィドルも、もう一人ベッピさんがいますし、ね、そうそうそう、3人でいろいろお届けいたしますので、はい、予約あまだや忘れてたという方はちょっと早めにしていただけたらと思います、はいはい、そして、6月18日日曜日は東京、こちら大塚の方ですね、偶然東京行かれる方もぜひいらしてください。そして25日日曜日は名古屋、そして7月1日は大阪であります。7月1日の土曜日はね、5時半オープン6時スタートで雲州堂さん、雲州堂、こちら北浜駅から近いところですね、こちらもご予約1000円、当日1500円、別途ドリンク代500円となっておりますので、また詳しくはねブログホームページの方を見ていただけたらと思います。そしてね、もう一個新しいイベントがあります、6月24日土曜日に KBS ホールで開催されます美と健康欲張りフェア2017、こちらに私そしてジョーさんもね一緒に出演させていただくことになりましたので、久しぶりですね、あの KBS ホール、そうですね、ジョーさん出演されて、はい、そうですもんね、ということでこちらの方もお待ちしております。森脇さんとか笹岡隆法さんもねいらっしゃいますのでね、さあさあということで、あ iTunes、 Amazon、 大垣書店、イオンモール京都店のこちら CD コーナーにも内田のアルバム置いてありますし、あと十字屋三条本店にもねアルバムいろいろ置いてあります、 DVD もあります、はい、ということで、さあ次来週のメッセージテーマ言っておきましょうね、来週のメッセージテーマは一番歩いたなと思ったこと、一番歩いたなと思ったこと教えてください。内田のブログホームページの方見といてくださいね、そちらの方また載せときますね。メールアドレスはあや @kbs.kyoto、 また番組のホームページにリンクされている番組ホームページのお題送信フォームからもメッセージ送っていただけます。あ、ジョーさん今日この後番組タキトールのお疲れさんの方にもゲスト出演させていただきますので、ね、そこでまた新しく、はい、こちらの方でもやりたいと思います、はい、さあまだまだメッセージ紹介しておきましょう、お気に入りのね写真1枚ね、天野純さん、山口百恵さんとの写真、あライブの写真ね、うん、なんか芸能人関係多いですね、すなちゃんさんは巨人軍の選手とか、ひーちゃんさんはジャッキーチェンかと思いきやこれ老人形のジャッキーチェン、トワイライトムーンさんは宮古晴美さんとか、彦根城太郎さん、あとカルミンさん、徳ちゃんさん、108円さん、ヒロさん、などなど本当に今週もたくさんお便りありがとうございました。ということでジョーさん、はい、今週日曜日ライブね皆さん待ってましょう、はい、そして皆さんのお疲れさんも聞いてね、はい、バイバイ、バイバイ。この番組はキルガン万浴 BS ファイン、加茂繊維の提供でお送りしました。